はい、今回は立憲民主党泉健太の消費税減税を外した件と、令和山本太郎さんチャンス到来、こちらについて考えてお伝えしていきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、立憲民主党のですね。まあ、消費税減税について、えー、突然ですね。言うことを書いたっていうことが少し前からあ,まあ炎上してるんですが、まあ、この立憲民主党の件を調べてみたらですね。いろ,いろまあ分かったんですよ。でえー、まあちょっとですね。ここから。 発想というか解釈を変えて、まあ、僕もそうですしリサー様もあの令和を応援している方たち僕たちにとってはですね、えー、結構いい方向に行くんじゃないかと、まあ、そういったことを今回ですね、えーまあ、お伝えしていこうと思いますので、えー、今回もよろしくお願いいたします。 今っていうのは、すごく大切なときなわけですね、自民党政権交代に向かってですね、まあ、動いていかないといけない段階、岸田は全く支持されずに、岸田を退陣した後今度自民党政権をひっくり返していく、そういった大切な場面においてですね、この立憲民主党の消費税減税の正反対に動き出したっていうことで、わけが分からないじゃないですか、はっきり言って。でも あの裏を返せば、ですね今回このことを調べて、いろんなことが分かったんですよ、だからこれを機に、えー、もう立憲民主党を支持しない、そういうことも分かりますし、まあ、そのどういったものになってるのかっていうことの、ねえー、こともお伝えで,できればと思うんですが、立憲民主党っていうのは、はっきり言って、日本国民の方全く向いていないわけですよ。で、えー、泉健太っていうのは、少し前、えー、かなり前からに言った発言がありまして、えー、消費税減税は効果が早く現れると言ってたんですよ。 なんでそれをやめるのって話じゃないですか。でこの後の話を聞いていただければお分かりいただけると思うんですが、泉健太のこの話っていうのはこれポーズなんですよ。立憲民主党っていうのも全く経済音痴のトンチンカンです。岸田と変わりません。何も。うん、で、えー、まあそのポーズを取っているだけっていうことなんですね。で、えー、ここがですね、えまあ、ちょっとまあ難しいというか複雑化しているまあ裏の話に行くんですが、まあ、な何がまどう裏なのかっていうまそういった話なんですね。 えーまあ、立憲民主党の裏には何がいるのかという話なんですよで。それを考えていくと、立憲民主党はえさらさら消費税なんて減税する気がないということ、消費税廃止などするわけがないということ、こういったもので国民を踊らせていたということで、えー、話にもならないという、そういう話なんですね。どういうことかっていううういいここことととかです えーまあ、の連合っていうね、えーまあのまあ、組織っていうか、あの連合ってあるじゃないですか、まあまあ、労働組合っていうのが、まあ、なんていうか、まあ、よくわからない、ちょっとわけわからないんですけど、あの連合の会長で、あの吉野智子っていいますよね、あの吉野智子とかを調べるとです、ね、こういうことが分かるんですよ、まずあの連合っていう組織はです、ね、えーまあ、経団連と非常に深い関係にある、そしてこの吉野智子を調べるとです、ね、遠丸と非常に深い関係にあるということが分かるんですね。 でえー、立憲民主党の背後には連合がいるわけですよ。だ連合、まあ連合イコール経団連ね、で、えー、その <coughs> 吉野智子イコール遠丸じゃないですか、つまり、えー、立憲民主党の背後は経団連と遠丸っていうことで、はい、この時点でアウトです。もうこの時点でアウトっていうことです。経団連がね、えー、立憲民主党の背後にいるっていうことで、消費税減税なんす。する気ないんですよ、さらさらないんですよ。 でこれに気がつかないとですね、あもしかしたら立憲民主党は消費税減税するのかな、しないのかな、するのかな、しないのか、しねえよって、うん、っていうことに気がついたんですよ。だから、こういったことからあ、こういうことに踊らされてはいけないんですね。だから、その口でね、その議員がどうのこうの言うとそんなことじゃないんですよ。後ろがどういう関係になってるかっていうことでわ、えー、かるわけですよ。 つまり何を言ってるのかっていうと立憲民主党は自民党と何も変わりません。え自民、公明、維新。 えと立憲民主党は何も変わらない、日本国民のためになることはしない、そういった政党であることがこの件から分かるわけですよ、もう1回言うと、背後の関係で分かるんですね、えー、連合イコール経団連、えー、吉野智子は桃丸と関係が深い、立憲民主党の背後には連合、ね、吉野智子、えー、つまり経団連桃丸がいるという時点で、この時点で消費税減税するわけがないということです。 でこれっていうのは何を意味してるのかっていうと、全く別のことを意味してるんですね。今っていうのは日本国民の約半数、えー、50%がですね消費税減税を求めてるわけですよ。その日本国民の声を全く聞かないわけですね。そんな立憲民主党、なんで支持するんだよって話なわけですよ。だから僕もこ,この話ね、今回調べるまでよ,よく分からなかったんですよ。だから立憲民主党ってのも意外にいいこと言ってるのかなちょ、ちょっとどうかな、まあ、令和をね、えーまあ、応援してるから別にそうでもないかなと思ったんですが、今回はっきり分かりましたね。全く支持してはいけません。 立憲民主党の消費税減税っいうのはポーズってことですよ。背後に経団連がいるから、そんなことをさせるわけがない。経団連、経済同友会は消費税で儲けている。自分たちの法人税、減税の穴埋めに消費税を使っている。輸出大企業の還付金に消費税を充てているそそのえ。その経団連が後ろにいる立憲民主党が消費税減税をするわけがないんですよ。うん そういうことが分かったんで、立憲民主党は全く支持できないと、今回の件で分かりました、そしてですね僕もそうですし、リスナー様も応援している方が多くいらっしゃる、れいわ新選組、山本太郎さんですね。 山本太郎さんは消費税廃止に,つに関してものすごく本気でずっと取り組んでいらっしゃいます。日本全国各地を回ってですね消費税廃止と、まあ、その運動されることによって日本国民の中でどの政党に票を入れるかっていうのがわからないあるいはです、ね、政治に関心がなかった無党派層に届いたんですよ。でこの山本太郎さんのしていることっていうのは目に見える形にもなってますし目に見えない形にもなってますがともに社会現象を引き起こしたんですね。で このです、ね、立憲民主党の消費税の,この減税のでたらめに気がついた、まあ、いわゆる立憲支持者ですね。 あと、まあ僕がお話しさせていただいたこととか、多分他の方もご存知でいらっしゃると思うんで、つまり、この立憲民主党の消費税減税のでたらめに対して、今まで立憲を支持していた人たちが、あここだめだなと思ったんですよ、そして次はどうするんでしょう、令和に流れてくる可能性がある、今まで立憲を支持して生きて人間たちが、令和を支持する可能性が非常に高まってきました。えー 令和の支持率が上が上るっていうことです今、おそらくですね、マスコミのデタらめで本当のところが分かりませんが、自民党のちょっと下に令和の支持率がある、あるいはですね、もしかしたらもう同数で並んでる、あるいはですね、令和が抜いてる可能性もあるんですよ。しかしマスコミはそのことは一切報じません。山本太郎さんが消費税廃止を本気で言うから。うん ね、マスコミも、まあ、そう自民党もそうですが消費税廃止を本気で言われると困るんですよ。ただし僕たち日本国民にとっては消費税廃止、消費税減税がなければ国民生活がもうどうにも立ち行かない今状況にいるわけですね。だから今回の件で何がわかるのかというと考え方をこうあの好転してですね違うふうに考えて。 立憲民主党の中には、消費税減税、消費税廃止を求めている支持者がいます。その支持者たちは今回の立憲民主党の取った行動によって、ですねえ、がっかりしているはずです。消費税減税、消費税廃止、その政党はないかな、例はしかないんですよ。今、この消費税廃止、消費税減税を真剣に言ってる政党って、例はしかないんですよ。 立憲民主党の方たちが令和の方に回ってくれれば、令和の支持率が上がる。このままいけば、ですね令和の政権交代も近い、その可能性があると考えられます。あとはですね、ちょっとまあ違った話なんですが、まあ、リスナー様も教えていただいて、まあ、僕もちょっと動画で見たんですが、 本日ですね、まあ11月24日、あ山本太郎さんあ、48歳のお誕生日ということでね、えー、まあいつも応援してるんで、えー、山本太郎さん、お誕生日おめでとうございます。48歳ということで、えー、48歳の山本太郎さんに日本の運命がかかっています。別に大げさなことでも何でもなく、えー、山本太郎さんの48歳のこの時に日本の運命がかかっていると思います。なぜか理由があります。少なくとも僕はこう思ってるっていう理由があります。 山本太郎さんしかできないんですよ、この今から言う話っていうのが。消費税を廃止することによって、インボイス制度も同時に廃止になると。 で、えー、日本国民全員に給付金、えー、この消費税廃止と、ね、日本国民全員に給付金を、えー、日本全国各地で、えー、ね、えー、地道に活動されている、えー、山本太郎さん、えー、このまずところで,ですね日本国民の生活を良くしていただきたいと、の底から願いますそして、えー、この経済政策に関してね、ね、えー、ものすごく勉強されていて、積極財政というね財務省の緊縮財政というデダラメの、全くもうね経済回れなくなるものをねひっくり返して、積極財政、えー、これで日本の経済を良くしていただきたい と思いますあとはですねまあ僕も山本太郎さんを応援してるんでいろいろ調べていることありますが原発再稼働反対これもですね自民党は利権に群がって原発、原発、原発って言ってますが山本太郎さんがおっしゃっているように原発再稼,再稼働反対ですさらにこの話もほとんどの政治家は言って,な言っておりませんでしたが福島の原発汚染水を海に流すのをやめる。 もう日本がですね世界の環境をどん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 ん悪い方向にしている、えー、これについて声を上げる人間も山本太郎さんしかいないと思います、他の議員が言ってるっていうかもしれませんが、どこまで本気で言ってるかわからない、そして今、一番日本国民が懸念している、えー、憲法改正反対。 山本太郎さんは少し前からあおっしゃってますが、緊急事態条項反対、えー、これらをやってくれる政治家っていうのは、僕は山本太郎さんだけだと思ってるんで、えー、別に大げさなことを言うわけではありませんが、48歳の山本太郎さんに、えー、日本のこれからがかかっていると思います。日本をより良い方向に導いていただけるのは、例は山本太郎さんだけだと思うんで、まあ、微力ながら僕もいつも動画を見てね、勉強して応援してるんで、本、え、当、ー、より良い日本になることを切に願っています。山本太郎さんがですね、 社会現象を引き起こして、そこから政権中枢に入って、内閣総理大臣になっていただけることを心の底から期待しております。 と、まあ、いうことで、今回はですね、この少し前から話になっていた、この立憲民主党の泉健太のね、消費税減税を外したっていう件から背後に何がいたのかっていうことと、その立憲支持者がですね、令和の方に回ってくる可能性があるんで、山本太郎さんにチャンス到来してるっていうことで、令和が政権中枢に入れることを心の底から願っています。ということで、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。